はいどうも皆さんこんにちは、サーディの河野玄斗です。今回やっていくのはこの式の因数分解。まあ結構ね苦手としてる人が多いと思うんですけど、あるパターンを使えば必ずこの式因数分解できるんですね。もう発想がねこういう問題必要なんじゃないかと思ってる方いると思うんですけど、発想は全くいらない。もうパターンに沿ってあげれば絶対できるんですよ。でこのね式の因数分解に関してはある裏技、テクニックを使うことによって10秒あればね因数分解できるようになるんですよ。ということでそのテクニックについても紹介していこうと思います。まずは因数分解のパターンから。まあこれね A、B、C と3つの文字が含まれてるわけだけど、因数分解に関する鉄則。複数の文字が含まれている場合、定時の文字について整理せよ。もう本当にね、これに尽きるんですね。もうこれで、もうほとんどできる。ね、鉄則。定時の文字について整理。すなわち、まあ A、B、C で3つ文字があるわけだから、それぞれについて何時式なんだろうっていうことを見ていけばいいのね。A については最高で3時ね。B も3時。C も3時。まあ対称だよね。だから A、B、C について3時。ということは定時。ね、低い文字って何って言ったら、まあ、同率で ABC が定時ってこと。つまり ABC どれについて整理してもらってもいいんだよね。どれも3時だから。ということで、じゃあ A について整理してみよう。A の3時の項を探してみると、これ A3 乗 B。で、これがマイナス A3 乗 C。ということで A3 乗でくくると、係数は B マイナス C なんだね。で、A2 乗の項を探すとないんだよね。展開すると。で、A1 乗の項はマイナス B3 乗 A と、C3 乗 A。ということで、マイナスでくくってあげると、B3 乗マイナス C3 乗が A1 乗の項になると。で、定数項は残りこれだよね。定数項っていうのは、A を含まない式とね。A について整理っていうのは、A だけを文字として見ますよってこと。じゃあ次に、こういう風に整理できたら、まあ、係数にね、着目してあげれば、あれ？これ全部 B-C で割れるじゃんってなるよね。B-C、B3 乗、C3 乗、B2 乗、C2 乗があるわけだから、B-C でくくれますよと。くくると、ここが A3 乗。で、このね、B3 乗、C3 乗、3乗、3乗の展開公式で、B-C の他に出てくるものが、B2 乗プラス BC プラス C2 乗だよね。で、A。で、この部分は、BC の他に、和と差の積に分解したうちの差を除いたら和だけが残ると。まあ、こういうふうにくくることができる。で、ここがね、出せたら残り、ここの因数分解に徹すればいいわけね。集中すればいい。じゃあ、これ、どういうふうに因数分解すればいいのかなって考えたときに、A3 乗、難しいなじゃないのね。だって、これ、A、B、C についての式でしょ？鉄則あるよね。定時の文字について整理。A は3時。だけど、B、C については2時なわけだから、B か C のどっちかについて整理し直せばいいわけね。だから、結局、この鉄則をひたすら繰り返していくだけで、もう完了するわけ。ね。これじゃあ次 B について整理していこうって考えた場合、B について2次式。じゃあ2次の項はって言ったら、ここね。ここでマイナス AB2 乗と、ここで B2 乗 C があるわけだから、マイナスでくくると A-C B2 乗。で、次 B1 乗の項は、ここでマイナス ABC と BC2 乗。だからマイナス C でくくると A-C が出てくるのかな ?B と。で、定数項の部分、すなわち B を含まない部分は A3 乗と A2 乗 C。だから A でくくってあげると、A かっこ A2 乗マイナス C2 乗っていうふうになるのか。こういうふうになる。じゃあ、ね、B についてこうやって整理できたわけだから残りこの係数の部分に着目すると、まあ A-C でくくれるなっていうのはわかるよね。 A-C でくくれる。まあ今回ね、特にマイナス A-C でくくってあげたいなっていうふうに思うと、まあ、かけるマイナス A-C でくくってあげると残りの部分はどうなるかというと、ここ B2 乗で、ここはマイナス A-C がなくなるからプラス BC、 B2 乗プラス BC。で、ここの部分は、マイナス A かける A プラス C が、このね。こういう風になるわけ。じゃあ残り、ここの部分の因数分解に集中すればいいわけだけど、まあこれね、B の二次式っていう風に見てあげて因数分解できればそれでいいかなと思います。足して C かけてマイナス A かける A プラス C となるような二つの数を見つけていく。まあそれでできるけど、
まあ一応ね、せっかくなので、この鉄則に沿ってやっていきましょう。ね、A、B、C があって、A は二次式、B は二次式、で、C は一次式なわけだから、もう一回じゃあ今度は C について整理し直していけばいい。まあ、マイナス A 引く C は C マイナス A っていうふうにちょっと変えますね。そうすると、この部分は C について整理し直すと、BC とマイナス AC が C の一次の項ね。マイナス A 引く BC。で、C を含まない項は、マイナス A2 乗と B2 乗。だからマイナスで来ると A2 乗マイナス B2 乗と。こういう風になる。そうすると、まあ、これね、C について整理したわけだから、C のこの係数着目すると A-B でくくれるなっていうことがわかるね。まあ、マイナス A-B でくくってあげましょう。マイナス A-B。で、残り B-C、C-A。っていうのを出してあげると、残り C と、これ A-B 割ると A プラス B になるよね。だから、まあ、これマイナスも出してあげてるわけだから、A プラス B プラス C が残るよと。こういう風に因数分解できることがわかるわけです。よろしいですかね。まあ、結局やってることっていうのは、定時の文字についてひたすら整理してるだけ。ね、何の発想力も必要ないですよね。何も考えずにただこれをすればできるよってことがわかるわけ。まあ、こんな感じで、この問題しっかりと鉄則に沿ってできるようになってほしいんですけど、ここからね、裏技に移っていこうと思います。まあ、今回のね、キーワードは交代式。交代式って、まあね、聞いたことない方もね、多いんかなと思いますけども、対照式っていうのは、皆さん知ってますよね。対照式っていうのは、A と B を入れ替えても、全く同じ式になるものは、対照式と。A と B についての対照式。で、A、B、B、C、C、A、どの2文字についても入れ替えても、同じものになるっていうものは、A、B、C、3文字についての対照式と。ね。入れ替えても同じ式。これが対照式ね。それに対して交代式っていうのがあって、まあこのね式っていうのは交代式なんですけど、どういうものかというと、入れ替えると同じ式ではなくマイナス1倍になると。符号が逆になるよっていうのがポイントなのね。今回のね式で言うと、 A と B を入れ替えてみましょう。ね。この A と B を AB を BA にひっくり返して入れてみる。そうすると、この式は第1項は BA 括弧 B2 乗マイナス A2 乗。で、第2項は AC 括弧 A2 乗マイナス C2 乗。B を A にしたね。で、第3項は CB 括弧 C2 乗マイナス B2 乗。A を B に変えた。そうすると、ここの部分っていうのは、まあ、第1項のマイナス1倍だよね。で、ここの部分っていうのは CA。で、A2 乗マイナス C2 乗と C2 乗マイナス A2 乗。マイナス1倍だね。ここもここのマイナス1倍。ということは、全体がマイナス1倍になってるよね。よろしいですかね。全体がマイナス1倍になってる。こういうものを交代式というふうに言うんだよと。で、この交代式とね、対照式、面白い性質があって、対照式×対照式っていうものは対照式。対照式×交代式は交代式。交代式×交代式は対照式と。まあ、こういうね、関係が成り立ってるわけね。まあ、これは後で使うんですけど、まあ、なんとなくね、入れ替えても1倍。これ入れ替えるとマイナス1倍。っていうものを考えると、1×1 が1、1×-1 が-1、-1×-1 が1、みたいな感じになってて、なんかそれと対応してて面白いですね。まあ、こういう性質があるんだよ、ということも押さえておいてください。じゃあ、この交代式っていう性質を使うと、これもね、因数分解、瞬殺できて、これも定理があるんですけど、A, B, C のついての3文字のね、交代式は必ず A-B, B-C, C-A を因数に持つっていうことが知られてるんですね。まあなぜかっていうところ、まあさらっとね、証明しますけど、まあこれについては深くね、わかんないよって方は流してもらっても大丈夫です。F, A, B, C ね、これ A, B, C についての関数ですよね。こういうものがあって、これを BAC と A と B を入れ替えるよっていう風になった場合、これマイナス1倍になるわけじゃないですか。そうすると、何がわかるかというと、このね、FABC の元の式に、B に A を代入することを考えてみましょう。B に A を代入。そうすると、こ
これね、FAAC っていう風になるよね。FAAC。こっちにも同じように考えると、FAAC になるわけだから、FAAC イコールマイナス FAAC。すなわち、まあ、移行して2で割れば、FAAC っていうのは0になるよね。まあ、言い換えると、これが交対式、こういう性質が成り立っているのであれば、元の式の B に A を代入したら、0になるということがわかる。これはね、因数定理っていうものがあって、ね、因数定理より、A-B で割れることがわかるわけ。まあ、これはね、X に1を代入して0になる場合、X-1 で割れるよ、みたいなですね、そういうものを数二でやるんですけど、まあ、それを、文字でやったのと全く一緒。B これ A を代入して0になるってことは A-B で割れるってことは分かるよね。同様に A-B だけじゃなくて B-C、C-A でも割れるということは分かるわけ。この交対式の性質がめちゃくちゃ強い。で、しかもね、A-B、B-C、C-A っていうのはこれ自身交対式なんでしょ。ということは、交対式がね、対称式かける交対式によって交対式が出てくるわけだから、交対式、これでね、割ってあげると、残りの部分っていうのは対称式になるわけ。要するに、元々の式ね。元々の式を因数分解したときに、A-B、B-C、C-A、かける対称式と、ね。いうのが出てくるっていうのがもう確定するわけ。よろしいですかね。じゃあ、あとはこの対称式って何っていうふうに考えるわけなんですけど、ここね。A, B, C すべての文字について何次式かっていうふうに考えてあげると、1次式かけ1次式かけ1次式で、これ3次の式でね。で、元々の式って何次の式かというと、これ A, B が2次。で、A 2乗2次。まあ、だから A 3乗 B が4次ってことね。4次。ということは、3次かける対称式かけたら4次式になる。ということは、この対称式は絶対1次の式だよってことはわかるわけ。じゃあ、1次の対称式って何って言ったら、A プラス B プラス C でね。まあこれが答えっていうわけじゃないんだけど、A プラス B プラス C の K 倍が一次式の対称式だよっていうことがわかるよね。ここまで来れば、あとは K を求めれば終わり。K どういうふうに求めていけばいいかというと、何かしらの係数を比較すればいいよね。例えば、じゃあ今回 A3 乗 B を比べてあげましょう。A3 乗 B っていうのはこれ1だね。A3 乗 B の係数は1。他にないからね。A3 乗 B。じゃあここの部分で展開してあげたときに A3 乗 B の係数は何になるかというと、まあ、4つあるうち、A が3つ、B が1つとなるように、こう選んであげると、A、B、マイナス A、A。この場合だけだよね。A、B、マイナス A、A っていう風に引っ張ってきた場合だけ A3 乗 B が出てくるんで、その時の係数は、ここにマイナスが出てきちゃってるから、マイナス1と。マイナス1。A3 乗 B の係数はマイナス1。ということは、K で調整してあげるために、K どうなればいいかというと、K がマイナス1になればいいよっていうことはわかる。よって答え、こういうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。まあこれね、要は交対式の性質使うと、あ、これ交対式だな。A-B、B-C、C-A で割れるな。あ、これ3次でこれ4次。ってことは A プラス B プラス C。あ、この係数揃えなきゃ A3 乗 B、1とマイナス1。あ、じゃあマイナス1だな。終わり。こういう風に因数分解することができるわけです。まあこんな感じでしっかりと因数分解。まずはね、鉄則。定時の文字について整理し続ければ必ず因数分解できるんだよ。っていうことを確認しつつね、しっかりとこういう交対式っていうものがあるんだということも、頭の片隅にね、入れてもらって、こんな感じでパッと因数分解できるようになってもらえたらいいかなと思います。まあこういうね、テクニック、今後もね、たくさん動画出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画出してほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。